はい。では今日も社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。今日はですね、106日目ということになります。で、今日はレバレッジポイントを探すということです。で、このレバレッジポイントっていうのは何かと言いますと、社内の業務の中で、最も利益や、顧客満足や差別化につながる業務のことを指しています。で、ここをですね、見つけて強化することで、非常に効果的にと言いますか、効率的に成長していくことができると。ということなんですね。で、社内にいろんな業務あると思うんですけども、まあ、重要じゃないやつもあるわけですよね。で、そこにいくら、力を注いでも、それをいくら効率的にやっても、あんまりこう会社の成長にはつながらないと。一方でこのレバレッジポイントを探して強化すれば、まあ、最短で効果的に成長することができるということです。で、これはですね、業界によって変わるというよりも、会社ごとに変わってくることがあります。会社の戦略とかですね、ブランドによって変わってくると。例えば IT 業界で言いますと、ちょっと昔の話で言えば、Apple はですね、どこがレバレッジポイントかっていうと、やっぱデザインですよね。デザインが最大のやっぱり差別化ポイントなので、まあ、そこのデザインをするっていう業務が、社内のレバレッジポイントになってくるというわけなんですね。一方のライバルのマイクロソフトはどうだったかというと、あそこの会社の場合にはデザインじゃなくて、やっぱり製品戦略ですね。まあ、どういう製品を出せば市場を支配できるのかっていうところの戦略を練るのが、あの会社の一番のレバレッジポイントですね。まあ、実際そこに力を注いで、まあ、シェアを取っていったわけなんですけども、まあ、そういう感じで業界が同じでも、会社の、ブランド戦略によって、このレバレッジポイントがどこかっていうのが変わってくると。いうことかなと思います。で、中小企業とかスモールビジネスの場合には、社内のリソースがやっぱり限られてますので、まあ、焦点を絞ることはやっぱ大事なんですよね。で、これはもう、この社内の業務に限らず、例えばお客様の層を絞るとか、エリアを絞るとか、商品を絞るとかですね。まあ、いろんなことを絞らないといけないんですけども、社内の業務に関しても、重要なものとそうじゃないものを絞り込んでいこうというわけです。で、例えばですね、うちの場合で言うとどういうことかと言いますと、うちの場合は、業務内容としては、中小企業とかスモールビジネスの向けにですね、いろんな講座とか、コーチングをご提供するという、まあ、仕事なんですけども、まあ、どこにレバレッジポイントがあるかと言いますと、まあ、コンテンツ開発がレバレッジポイントかなと考えています。コンテンツの開発ですね。まあ、このコンテンツというのは2つのタイプがありまして、一つ目が集客用のコンテンツということで、例えばブログに書く内容ですとか、あと、まあ、SNS はそんなにやってませんけども、まあ、YouTube とかですね、まあ、動画とか、まあ、そういう集客用につながる、コンテンツ作りというのが一つあります。このまずクオリティが大切だということですね。で、もう一個が実際にお客様に提供するコンテンツということで、コーチングの時のテキストであるとか、資料であるとか、まあ、その全体の設計であるとかですね、そこのコンテンツというのがあります。で、この二つのコンテンツをいかに質の高いものにするか、そして分かりやすく伝わりやすいものにするかというところが一番のレバレッジポイントかなと思います。で、それができることで、まずお客様の成功につながりますし、お客様の成功につながれば、それがまた集客へとつながっていくと。結果としてそれが利益につながっていくという流れができるので、このコンテンツ開発が一番のレバレッジポイントになるということですね。なので、例えばその広告を出すことに大きな力を注ぐとか、まあ、コピーライティングに大きな力を注ぐとか、まあ、そういうことよりもコンテンツの開発に力を注ぐ方が、長期的にはですね、成長につながるんじゃないかということで、そこに力を入れてやってるわけです。まあ、こういう感じで、それが皆さんの場合にはどういう業務がレバレッジポイントなのかというところですね。ぜひ考えてみて、そこに実際に時間を使っていくという計画を立ててみるといいんじゃないかなと思います。では、今日は以上となります。